はい、再び毎度です。別で話そうと思ったのが、おお重い、ちょっとね、ちょっと漏れちゃってますけど、これがですね、パワーステのね、ポンプなんです。タイプ2ってやつね。タイプ2といってもフォルクスワーゲンではない。ちょっとね、油ぎっしゅなので、ちょっと雑巾の上にこう置きまちょう。よし、こう、もうちょっと こんな感じかな。あれ、タイプ2のさっきの、あ、 GM 用のね、ステアリング、パワーステアリングポンプタイプ2ですね。うわー、これ開けたくないなー。うわ、ぬるぬるだ。もうぬるぬる。ぬるぬるぬるのべちょべちょです。うわ。うわ。これですね。ちょっと、こんな感じ。これはね、ビレットではなく、スチールに重い。よいしょ。スチールにクロームメッキですね。なので、錆防止でね、すべて、あ、持つところがないな。ぬるぬるです。ぬめぬめです。これはよくスポーツタイプで使われてて、私が、今年の春まで、持っていたフォーミュラ、ファイアーバードフォーミュラね、74年型の、それのパワーステポンプ、をこれにしようかなと思ってたんですよ。で、そしたらパワーステポンプ、何のことはない、普通に元気だったので、いいやと思って。で、これ取るついでに重たいんで、どうせだったら重たいまんまで、いいやと思って10個ぐらい注文したんですよ。で、これがね、17,500 円かな、税別で。うん。どうですか。スポーツタイプで、そのエンジンとかがね、補給類がちょっと、そこ入りづらいよねっていう時に、このちっこいのを入れて、で、タンクを、こう、なんつうの、別のところに、ヒュッと上の方に、持っていくのね。で、これが、タイプ2ってやつですね。パワーステポンプの、通称 GM パワーステアリングポンプタイプ2ってやつですね。コルベットとかにもついてますね。スポーツタイプとかにね。フローレートが 3.5GPM。要するに 1200PSI ね。うん。だ、普通のパワーステポンプと、まあ似たり寄ったりという感じだけど、見栄えがいいですよね。ちっちゃいしね。うん。だ、これをね、74のフォーミュラーにつける予定だったんですけども、めちゃめちゃ元気で、で、どうしようかなと思ってる間に、ドナドナされてしまったというね、マニアの方というか、昔から好きだったんですよっていう方が、フォーミュラを買いに来ていただいて、売ってしまったわけですね。すごいな、これ。もう、ぬるぬるです。ぬめぬめです。そんなこんなでですね、これいいですよ。なかなかアメシ屋さんでも売ってるとこないですよね。うん。アマゾンとかヤフーとか見たけど、売ってんとこがないんですよ。だから専門店とかじゃないと売ってないんじゃないですかね。だ、これはコア交換はできないので、お買い上げ後取り付けたら返品不可となりますんで、ご了承くださいませ。あれ、これどうやってやったっけ？こうか。そんで、こうか。うわぁ。ぬるぬる、ぬめぬめです。あとね、昨日、あれが入ったんですよ、ビレットが。で、ちょっと紹介するけども、まあ、そんなに珍しくないけど、あるといいよねっていうのが、電子タバコ、こっち。
プーリーが入荷しました。プーリーはうちはね、シボレーのスモールブロックとビッグブロック。今回はちょっと売り切れたものが入ったので、ほら、綺麗でしょ。まあ、ちょっとヘアラインだけどね、ポリッシュまではされてません。ピカピカにしたい人は自分で磨いてくださいっていうことで、これ三つ穴だからクランクシャフトだね。で、ビッグブロック用、スモールブロック用のクランクシャフト。で、1ベルト、2ベルト、3ベルト。それから、ロング、ウォーターポンプのロングネックバージョンとショートネックバージョン。一応すべて取り揃えました。前までは、例えばウォーポンプーリーなんか1ベルトでいいだろうと思って、1ベルト用の、ショートネック用と、それからロングネック用を揃えといたら、いや、2ベルトってないの？みたいな。いや、じゃあ揃えましょう。作ってもらいましょう。つって。で、うちも作ってもらったりとかしてね。うん。これが、あれ？これ1ベルトか。これビッグブロック用かな？確か。の、ウォーポンプーリーですね。うん。アルミの特注削り出し。そう、私の50のリンコンがですね、プーリーがですね、アルミなんですよ。で、3年間もやっぱり、事故の大破で眠ってたんで、いや、大丈夫かなと思ったら、ちょっとプツプツが出たぐらいで、やっぱね、スチール製のプーリーとは違って、錆が出てこなかったので、まあ、海が目の前なのでね、ちょっと、怖かったんですけど、だ前まではやっぱね、海が近くて、やっぱ何年か眠らしてるとすぐにね、プーリーがね、錆びてくるんですよね。で、エンジン久々にかけると、キュ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 なんつって、ベルトがね、ベルトからどんどん粉が出てきて、そのうちベルトが薄べったーくなって最後プチって切れちゃうっていうね。でそういうことがないように、あ、これ2ベルト用の、これウォポンプーリーですね。うん。ビッグブロックか、スモールブロックか、ちょっとようわからんけど。の、だから、あれだね。ウォーターポンプ、そのショートネックなのか、ロングネックなのか、ショートなのか、ロングなのか、の用の、プーリーです。ほぼほぼ全種揃えてますんで、クランクはね、2ベルト、3ベルト揃えましたね。それから、あとは、ウォーポンも1ベルト、2ベルト揃えましたね。それから、ビッグブロック、スモールブロック。さらに、そっからの、ロングネックとショートネック。だ全部で何種類だ？ 12 種類ぐらいかな。なんだかんだで。結局、揃ってしまいましたね。この2年間か3年間で。これないの？あれないの？って言われて。うん。だプーリーは、シボレーのスモールブロックと、ビッグブロックは、ほぼほぼもう網羅したんで、まあ大丈夫だと思いますね。まあなので、あとは頑張って、他のもの作るか。フォードがね、種類が多すぎるんですよ。あとモパー系はどうなのかな？モパー系はスモールと、ビッグブロックだけでいいのかな。とにかく、まあ、GM 系、シボレーのね、スモールブロックとビッグブロックだけは揃えてますね。まあまあ、80年代半ばぐらいまでは、うん、大丈夫かなとは思っております。あとは、特に紹介ない、大丈夫かな。これ面白いの入ったね。前はね、6ケツからグランツ5ケツにつけたい人のステアリングの、ステアリングの変換アダプターの話ね。話は飛びますけど。で、今回は、その逆ないんですかって言われて、じゃあ分かったよ、作るよ、と。ということで、これ、こうか。5ケツの、グランツがついてたとすると、ボスを変えずに、6ケツのモモをつけたいという方
のための変換アダプターですね。で、5ケツだと73で、6ケツのももだと70なんですよ。だからちょっと、ステアリングがこうついてたら、少し 1.5 ミリぐらいちょっとこう、下がるか上がるかになっちゃうんですけどね。うん。なぜかというと、穴が1個だけ共通なんですよ。だから見て、これ。あの、ネジが1本だけ長いんですね。うん。まあ、そんなことで、まあ、5ケツのボスがついてるんだけど、6ケツのステアリングをそのままつけたいという人には、あの、これがあれば、お安く済みますよ、ということですね。特に、まあ、昔の旧車のボスなんかなかなか売ってないですからね。特注になっちゃったりとか、うん、特注さえできないとかって言われる場合もありますんで、こういうのがあると、うん、便利かなと。かゆいところに手が届くというね、うちのお店のね、いいところかなという。うん、よそさんがなかなかやってないことをやるという。うん、まあ、隙間商売ということですね。うん。ということで今日は、こんなもんかな。他はないかな。大丈夫かな。あ、来月ですね、バッドウィングのメッキバージョンが入ってきますね。もう注文したんですけど、また船便にしちゃったんですね。エアーだと死ぬほど高いんで。商品代上回るってことはないけど、1個あたり30ドルぐらいかかっちゃうんで、原価がだから3000上がっちゃうんだったら船便でね、えっこらえっこら、根菜コンテナでね、今根菜便っていうのが流行ってますんでね。それで、今回30個か。黒バージョンが20か。で、メッキバージョンとりあえず買う人いるかなと思って、うん。まあ、10本だけ頼みましたね。うん、かなり安いと自負しております。うん、アメリカからまともに買うよりも、うちで買ってもらった方が安いかなっていうぐらいの、うん。問屋さんがちょっと、いらないこれって言われたから、あ、いいねっつって。で、まあ、バッドウィングうち在庫も少なくなってきたんで、したら、メッキバージョンもあるよって言われて、いや、メッキね、うちの倉庫置いとくと錆びちゃうからなと思ったんだけど、じゃあ10個ぐらい付き合ってよって言われたから、うん、わかりましたつって。うん。10個ほど、メッキバージョンが入ってきます。まあ、そんな感じですね。今日は、夕方から雨で、しと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 降ってますね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、明日からまたビレットのね、写真撮りとか、いろいろ頑張んなきゃいけないということで、まあ、今日こんな感じです。じゃあねー。